はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、もう今、ものすごい話題になっている子育て支援金の問題ですが、政府がついに資産を公表したんですが、まあ、そんなおかしいやんけっていうところで、まあ、この子育て支援金の財源っていうところは、たびたび国会でも取り上げられてるんですけど、当然、その担当してるのが、少子化担当大臣というところで、えー、こちらの記事、野党のおもちゃと貸した加藤愛子子ども層、 拙い答弁でとと役人が全力サポートとというわけでこの加藤大臣ですが、まあ、このね野党のおもちゃっていう言い方はどうかとは思うけども後半の部分、つたない答弁で全力サポートっていうのは全然誇張してなくてもう本当に。 今まで歴代の閣僚の中でも最もポンコツと言ってもいいレベルで、もうお話にならないわけですよ。まあ、それがですね、もはや放送事故と言ってもいいレベルのやつなんかもね、たびたび出てきてるってわけで、今まで僕もね、2本ぐらい動画出させてもらってるんですけど、よかったら見てほしいなって思うんですが、今回ですね、この加藤さんのポンコツっぷりがあまりにもひどいというところで、ついにその委員会の中で、まあ、そのことに対しても触れてしまうような、またある意味放送事故的なところが起きたので、まあ、記事というよりも動画の切り抜きベースでお話できたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。 えー、未だに大きく自民党派閥の裏金事件の一方で野党が批判の的に据えているのが加藤大臣だ。昨年9月の内閣改造で女性閣僚の注目株として登用されたが、その評判は決して芳しくない。その理由は明らかだ。 野党議員からの質問にえーと、あのー、と、目を泳がせながらしどろもどろの答弁を連発。勉強不足は明らかで、その姿は SNS でも批判にさらされていますから。まあ、他には子育て支援金に関して岸田首相は加入者1人当たりの負担を月500円弱と説明してきた。ところが実際には月1000円を超えるケースがある。これまで総理は何かと加藤氏をフォローしてきました。この2月、野党は負担額の底に関する質問を総理が不在だった予算委員会で加藤氏にぶつけたのです。ここで質問者が 月1000を超える可能性もあるのではと質問すると、加藤氏は可能性はあり得るとあっさり白状。野党の狙い通り、答弁能力のつたなさを露呈したのであると。動揺したのか、その後も加藤氏は答弁台で官僚が用意した資料を何度もめくり続けました。自席に戻る際には他の大臣席と間違えて苦笑いを浮かべる場面も。とある霞ヶ関の関係者が資料のどこを読めばいいかも今一つ理解できていないと苦笑いするように、加藤氏はすっかり野党のおもちゃと化していると。 ま、というわけで、この加藤大臣のポンコツっぷりっていうの,のね、一例がね、こうやって記事に上がってるわけですけども、いや、まさにほんまこんな感じなんですよね。答弁も、その自分で考えてるっていうか、官僚に用意した資料を読んでるだけみたいな。で、この加藤さんのちょっとひどいなと思うところが、質問聞いて、その官僚の書いた紙を探して読むんじゃなくて、質問の順番通りに紙を読んでる感があるわけです。だから、1問目はこの質問が来るから1ページを読んでください。2問目は2ページを読んでください、みたいな。 それしか聞いてないっぽいから、例えば何かの手違いで1ページ目と2ページ目がテレコになっちゃった場合には、1問目の質問に2問目の答弁を呼んでしまうみたいな。で、結果話が噛み合わなくなって何言ってんのお前みたいな。そしたら、あれちょっと待って、あ、ページ数違いましたごめんねみたいなね。こんなん質問聞いてれば自分の言ってる答弁がおかしいなって気づくはずやのに、加藤さん気づかないんですよ。あ、ごめんなさいね。これ前提として僕がそう感じてるってことですよ。まあそれぐらい、まあはっきり言ったら役不足なわけ。 ただ加藤さんをめっちゃフォローさせてもらうと、それがいいように転ぶ場合もあるわけですよ。それがまさにさ、この子育て支援金月500円って岸田さん言ってるのに、実は1000円超える可能性もあるかったら、はいと。もうこんなん国民負担としては知ってる方がいいに決まってるじゃないですか。だからそもそもさ、この発表してる負担額が少なく見積もってるっていうことはおかしいんやけど、まあ、ある意味ピュアな加藤大臣だからこそ、負担額がきっちり示されたっていうのは、ま、いいことなのかなっていう気はするけど。 とまあそんな感じで、この加藤大臣のねポンコツっぷりの一例っていうのがね、記事に上がったわけですが、そのやばさっていうのが取り上げられたっていうのがね、委員会でありまして、質問してるのが立憲のシナ武志議員なんですけども、動画切り抜きながらになりますが、まあ、一旦こちらの様子をご覧ください私の方からは、支援金で賄う予定になっている1兆円、これの代替財源のお話をさせていただこうと思うんですが、まずその前に、前提の確認です。 全世代型社会保障改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えないようにするという下りがあります同じような文言が法律法案の附則47条という道路にもあります私が伺いたいのは社会保障負担率の現状がどうなっているのかそして今読み上げた 支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果というのは、いかほどのものか、これについて大臣、お答えいただけますか。 お答えを申し上げますまず、社会保障負担率は、令和6年度の見通しとしまして 18.、18.4%であると承知をしてございます。社会保険料全般について申し上げれば、高齢化等による社会保障給付の増加に伴って増加する可能性はありますが、国民所得の増加により、足元でも社会保障負担率は低下する見込みと承知をしてございますあの昨日のレクでも言ってるんですが、 私が聞きたいのは、社会保障負担率の上昇の効果って書いてありますよね、それだけ単体で見た場合、どうなってるかということを聞いてるわけですよ。一方でね、歳出削減によって削る部分もありますよ、ただ私が聞いてるのは、そっちは度外視して、この文言のとおり、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果というのは、いかほどなのかと聞いてます、お答えください。ちゃんと通告してますよ。 お答えを申し上げます繰り返しになりりますけれども繰り返しじゃなくて、聞いてることに答えてください,、はいはい。歳出改革等により、保険料負担の軽減効果を生じさせ、支援金制度の導入によって、社会保障負担率が上がらないと申し上げてございます、社会保険料全般については、高齢化による社会保障給付の増加に伴い、増加する可能性はあるものの、国民所得の増加により、足元の社会保障負担率は低下する見込みであると承知をしております。全然答えてない ないですよもう1回聞きますよ私昨日ちゃんと通告したんですよ、加藤大臣、書面見て答えるの分かってるから、そごがないようにちゃんと通告してますからね、社会保障負担率の上昇の効果っていうのが、ね、支援金制度の導入によって生じることが前提となって、法律の文言が書かれてるわけです、だから私は支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果、それだけ単体で見れば、どれぐらいになるのかってことを聞いてるんですよ。 通告してますよ、答えられなくか質問続けられませんよ、はい、止めてください。 お答えを申し上げます支援金の導入によって、まず、まず、まずですね、額の方では1兆円のまあを28年までに積み上げていきますので、1兆円の規模になります、そして、率の方で申し上げれば、分母の方は国民所得がを加味した数字になってきますので、この国民所得というのは、現時点では正確にはお示しすることができないので、率として今申し上げることはできませんが、 いずれにしてもその分子の方は一兆円、えー、いただくこと,のことに対して、社会保障、えー、負担率の上昇の効果を聞いてるんでしょ。う何聞いて何聞いてんですか。率の方そして歳出改革を一兆円やりますので分子の方がまああの差し引き、えー、負担が増になりませんのでまあ分母が仮に分母の方はまあはっきりは今のところわかりませんが先ほど申し上げたように足元でも、えー、は。えー 国民所得が増加するという見込みがある中で、えー、そのことを参考に、えー、分子は増えないということはあの申し上げたいというふうに思います全然答えてないですよ、通告してんだから。というわけで、まあ、ちょっとね、軽く見てもらった通りですけども、もう質問と答えがかみ合わないわけですよで、それをさ、このシナ議員も,もう2回、3回って聞いてるんですけど。 答えは何も変わらないってことやから、まあこれと自分が今何聞かれてんのか分かってんのかなってちょっと思うわけ。シナ議員の質問っていうのは、子育て支援金は社会保険料の負担増で賄います。でも政府は歳出改革によってその負担を生じさせないって言ってるけども、その歳出改革っていうところはとりあえず置いといて、社会保険料の負担が増える。じゃあそれは割合で言ったらどれぐらい増えるんですかっていう数字を聞いてるわけですよ。でもこの加藤大臣は基本的にその官僚の書いた紙を読むだけやから、多分質問も何も聞いてないんやろうなっていうふうには思うんですよね。 だから、まあ、ま、シナ議員がね、ちょっとブチ切れるっていうのはすごいわかるんですけど、ただ、この加藤大臣の答えですよね。ここだけ聞いても、結構すごいこと言ってんなと思って。負担額は1兆円増えます。でも、負担率で言ったら、国民所得を加味するから、現時点ではわかりませんって言ってるわけですよ。え、そんなことあんのみたいな。この子育て支援金に関しては、加藤さんもそうやし、岸田さんもみんな言ってるやん。賃上げ寸年からプラマイゼロって。じゃあ、答えはゼロじゃない。なんでそのさ、試算結果がさ、わからへんの もちろんその28年度のさ、国民所得がどれぐらいになってるか分からんから、現時点で示すことはできんよ。そんなアバウトというか曖昧というか、資産すらできひんのに、国民負担を増やします。額は1兆円です。賃上げするんだからプラマイゼロですって、なんで言い切れんのみたいな。言ってる意味わかりますだから今のこの加藤さんの答弁って、 要は、子育て支援金で1兆円は国民負担を増やします。負担増えるっていうけども、賃上げするんで、その効果はプラマイゼロになるんです。でも、賃上げするかどうかっていうのは実際分からないので、負担率がどれぐらい上がるか分かりませんなんですよ。これやばないですかここで分かることが2点。1つ目は、先ほど言ってる通り、政府としては賃上げするからプラマイゼロっていうけど、その資産はやってないってこと。で、もう1つは、賃上げの資産が出ないということは、政府の政策として賃上げなんてする気がないってこと。要は、民間に丸投げするってことやんか。 つまり景気が悪くて賃上げができなかったら、こいつらの抜かしてるさ、賃上げするから実質負担はありませんよ、デタラメってことや。もっと上かった見方すると、それで国民負担が増えても、それは政府が悪いんじゃなくて、賃上げしなかった民間企業が悪いってことでしょ。何なもん通るか、みたいな。と、まあ財源に関しては増税だって言ったら、ヘリクツ抜かすくせに、実際のデータを聞いたらわからないみたいなね。まあ、そんな見切り発射っていうのがほぼ確定してるこの子育て支援金なんですが、ただその担当大臣の加藤さんが、あまりにも役不足すぎてですね、 まあ、結局、国会はこんな感じになるわけですよ。で、そこでさ、まあ、かなりの時間を止まるわけですけど、続きご覧ください。お答えをあの、もう一度お答えを申し上げますと、まずあの、支援金の規模自体は、あの最終的1兆円にまであの積,み積み上げます。で、それは歳出改革で削減します。先ほどいあの委員があの引用された文章ののところはその1兆円、えー によって生じる、まあ、あの効果というところではありますが率でいうところはそこはもう分母の国民所得がいくらになるかによって率は変わってまいります、えー、ですのでその国民所得というものが二2二2八年の分がどうなるか今現在ははっきり申し上げられないので率としては申し上げられませんけれどもしかし分子の点で、えー、上がるのが一兆円といただくのが一兆円そして歳出が 作品が1兆円これで差し引きでゼロになりますので、まあ、分母がいかなる場合であってもそこの効果に超えるものにはならないというその文言を踏まえて支援金制度を作っているとそういうことで理解をしてございますあのさっき前段でね社会保障負担率の現状ということで18.4%って言いましたよねそれが出てるんだったらその1兆円がね18.4% というのは多分前年度からいくらか増えてるんだと思うんですよそれに対して1兆円の割合というのはどの程度かというのを計算すればすぐ出てくるんじゃないですか上昇率がどうかってことを聞いてんですよだからそれ昨日すごい劣化したんですよ私大臣聞いてますかちゃんと今先生がおっしゃったように例えばもう現時点のものから参考になる数字としてということでよろしければ0.22%となりますああそうでしょ、はいはい、0.22%上がるわけですよ 負担率はというわけで、まあ、とりあえずね、シナ議員の一つ目の質問の答えがやっと出たんですけど、もう一回整理すると、シナ議員の質問は、子育て支援金は社会保険料の負担増です政府は歳出改革もするっていうけども、とりあえずその部分を置いといて、負担が増える部分だけで見たら、今よりどれぐらいの割合増えるんですか、答えは0.22%。これが出るまでに、僕はこうやって切り抜いてるんですけど、リアルタイムで10分かかるんですよ。やばいでしょ、これ。で、ようやく2問目に行くわけですが、え続きご覧ください。 負担率上がりますよそれを抑えた上で次の質問、これ、あの1兆円が積み上がるのが令和10年度ということなんですが、令和10年度以降の社会保障負担率の見通しについて、令和10年度から10年ごとでいいです、令和10年度、20年度、30年度、大体どれぐらいになるか教えてください。 支援金制度の導入に当たりましては歳出改革等による社会保険負担軽減の範囲内で行うこととしてございます。これとは別に社会保険料全般につきましては高齢化等により社会保障関係費が年々増加していることにに伴いまして保険料負担が上昇することはあり得ます。社会保障関係費そのものは私の所感外ですのでご質問の社会保障負担率の見通しについて私からお示しすることは困難です。ちょっと待って、ちょっと待って、これも昨日。 レクしてるんですよ関係省庁が必要だったら呼んでくださいって言って、レクしてんですよ、何やってんですか、こんな前提のことすら答えられない、これで審議できますか、令和20 10年度、20年度、30年度、10年ごとに社会保障負担率の見通し、どうなるか答えてくれと、ちゃんとレクでや言ってんですよ、答えてくださいよ。まあという感じで、1問目終わったと思ったら、2問目も同じような展開、で、結果、これですね。 もう始まって10分以上経ってるんですけど、また本格的な質問の前提ですからね、前提の段階で、このざまですよ。あのだったらね、所管外だから答えられないじゃなくて、数字をお示しするのは困難であると一言言ってくれればいいんですよ、時間がもったいないじゃないですか。面談の方でね、数字は分からないけど、いずれ高齢化などで、社会保障負担率は上がってくるとおっしゃいましたよね。 保険料負担が上昇することはありえますと申し上げました、はいえー、結局です、ね、ここで0.22%、さっき負担率の上昇要因になるというお話をしましたけれども、0.22%の上昇要因を加えるということは、やっぱり国民にとって負担なんですよ。それを言いたいたわけですで長々と あの大臣のおかげで時間が潰されましたけれども、そこで,です、ね、これからますます社会保障負担率が増えていくんだったら、新たな負担を求めずに、1兆円の財源を確保する方策をもっと考えるべきではないかと思うんですが、なぜそれを考えないんですか、お答えください。 危機的な状況にある少子化に対し、加速化プランを速やかに実行することが必要でありまして、その際、支援金という財源をも得て、制度が安定的に維持される枠組み、これを構築することが、これから結婚、出産を考える若い世代が将来のライフプランを考える上でも、安定的に維持される枠組みということが重要であると考えております。だからその安定的に財源をを調達する方法を 国民に負担を求めないでやるなぜそれをやらないのかということですよ。というわけで、まあ、2問目も、ですね、まあ、こんな感じで全然噛み合わないというか、質問を全く理解できてないという感じの加藤さんの答弁、まあ、これはね、いろんな意見があると思うんですが、個人的にはこの政府の考えるこの加速化プランは全く必要ないと思うんですよね。 だってまあこれ今財源の話してるけど、去ろうとしてる政策がゴミみたいな政策やねんから、やる意味なんてないやろみたいな。それやったらこの子供家庭庁っていうのを全部解体しちゃって、そこに流れてる予算を子供一人あたりに分配してあげる。その方がよっぽどか有意義なわけ。ただこれは個人的な意見なんですけど、政府の人間からすると、この加速化プランっていうのが、 最重要であると、少子化を止めるためにはね。政府はなんでこれを必要とするのか。加藤大臣の答弁曰く、これから結婚、出産を考える若い世代が、将来のライフプランを考えるために必要だから。で、そのためには安定的な枠組みというのが必要だ。それが加速化プランなんです。でもその制度を維持するためには財源が必要です。その財源は、若い世代も含めた国民で負担してもらいます。なんでやねん、みたいな。じゃあ最初からそんなプランいらんやろって話になりませんでもならないんですよ、この人たち。 いや、それっておかしくねえかってことで、死な員が言ってるわけやんか。加速化プラン必要なのは分かった。安定的な枠組みっていうのは必要が分かった。でもそれするんやったら、国民負担取ったら意味なくねえか。じゃあ、国民負担を求めないでやったらええんじゃないのって聞いてるわけや。でもそれには何一つ答えずに、加速化プランの重要性ってことだけをこう、淡々と言ってるみたいな。だから質問と答えが噛み合ってない。 逆に言うならばこの少子化加速プラン国民負担ありきで考えてる国民負担以外の財源を考える気がないってことですよだから話にならんわけというかね安定的な財源やったら国債発行一択でしょだって自国だって通貨やねんから例えば政府の大好きな防衛の話って言ったらさあんまり考えたくはないけどまあ隣国から攻められたとしましょうよじゃあそれを防衛するわけですよねでもその費用がいくらかかるかなんてわからないわけですよ逆に言ったら税収を財源にしてんねんから上限はもう決まっちゃってるわけで それを尽きたときに政府はさ、その、攻めてきてる国に言うんすかちょっとうちね、防衛費なくなっちゃったんで、国民に増税するんでちょっと待ってくれって。言うって言っていいよ、別に。でも普通に考えてそんなするわけないじゃないですか。ってなったらさ、安定的な財源は国債発行しかない。だっていくらかかるかわからへんねんから。子育て支援金なんてそうじゃないですか。加藤大臣が言ったんですよ。国民所得どれぐらい増えるかわからんから負担率言えませんって。いや、わからへんねんやったら安定的な枠組みを整えることが不可能や。 ってなったら、安定的な財源は国債一択でしょ。何眠たいこと抜かしてんのって話ですけど、あまりにもポンコツすぎる答弁に対してですね、まあ、ついに志奈議員がまあすごいこと言っちゃうんですけども、続きご覧ください。私、本当に今日質問に立って、同僚議員に、やっぱり加藤大臣に質問するのは大変だって話をよく聞いてたんですけど、その点、よくわかりました。昨日もあのレクの時に質問取りに来ていた若手の官僚の人もですね、全然寝てない。 とおっっししゃっててもうう本当に苦しそうでしたよでやっぱり大臣の答弁を書くのがどれだけ大変かと大臣がなるべくこう失敗しないようにということでものすごい神経を使い労力を使ってるんですよ大臣本当にこれで若い官僚辞めた人もいるって昨日どっかで聞きましたよ厚労省の関係の方でねあまりにもこの仕事大変なんで。<laughs> 将来、職望された女性の方が子育てできなくなって、やめるって、やめたって話も聞きましたよ、大臣は少子化対策担当なんですよね、少子化を助長してませんか、あなたの存在自体が少子化の問題を詰めてませんか、本当のこと言ってますよ、本当のこと言ってますよ、これだけね、これだけ質問をしてもちゃんと答えられない大臣って、 本当に必要なんですかもっとこちらにも優秀な方いるでしょう、失礼じゃないですよ、答えてないんだもの、答えてくださいよ、ちゃんと、その任にあらずだと思いますけど、どうですか。 はいあの、ご期待に沿える答えではないかもしれませんが、政府のスタンスとして、えー、こういうお答えになりますが、えー、まずはあの増税か国債発行かではなく、我々があがこの法案を考えているのはあの、なるべく若い世代にも、また拠出いただく方にも負担が増えないことを考えるその策として、まずは歳出改革、これによって公費節減で1.1兆円、そして規定予算の最大限の活用により1.5兆円。えー 合わせて兆円程度を確保しますこれらを最大限調整することによって、支援金制度を構築していくということにしてございます<上>品し。というわけで、品賀議員がついに、ね、内情を暴露してくれたわけですよ。加藤鮎子大臣は役不足であると、この大臣がポンコツすぎても、周りの官僚たちの負担があまりにも大きすぎると。 まあ、あなたの存在自体が少子化問題を進めてませんか僕も結構口悪いけど、さすがにこれは言い過ぎやなって思うんですが、ただ加藤大臣が役不足なのは間違いないし、この人に大臣を任命してる岸田さんには任命責任があると思いますよ。まあ逆に言ったら自民党圧倒的人手不足なのかなとか。 もっと言ったらこのしなぎの言うように、他にもさ、優秀な議員たちっていっぱいいるとしても、どうしてこの加藤あゆこさんを大事にする必要があるのかなとか、ちょっと聞きたいですけどもね。適材適所って言ったら絶対嘘じゃないですか。答弁がまるでポンコツ。周りの官僚たちが気苦労が半端ない。あまりにも過労すぎて辞めた人までいるっていうレベルですよ。だからさ、その加藤さん自身も二児の母ってことやから、しかも年齢も閣僚の中でも若い方ですから、まあ、そういった若い女性やお母さんの気持ちっていうのがね、わかるのかと思いきや全然そんなことはなかったと。 というわけで、ま、僕個人としてもこのシナギに言ってるね、あなたの存在がっていうところは、ま、さすがに言い過ぎやと思うし、賛同はできないですけど、役不足である、その任にあらずっていうのは間違いないかなというふうには思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。